それにしても今回はカナの余地に振り回された。まあここは冷房もないし、こんな日にいたら虫殺されるな。お、小鳥のオブラタ乳首つけとるで。いや、だって暑いから。脱ぐ。お、手脱ぎっぷりやんか猫。あんたもおっぱい好きやな。バカ言うな。外で裸になってるお前らの方が悪い。ほら、食料買ってきたぞ。結局小鳥も天文台に住むことになった。でも今ある薬がなくなったらこいつら全員死んでしまう。うわー、私の肉じゃなかった。うまくいけば薬を手に入れるのに協力してくれるかもしれない。クロハ、お前の魔法はガラス越しでも届くのか。見えていれば大丈夫。でも曇ったガラスとかで向こう側が見えないと無理。